この度、財務大臣に対しまして国税庁長官の職を辞し退職したいとお伝えしお認めいただきました。今回処分を受けましたこと、および確定申告期間中に辞職ということになったことについてお詫びを申し上げます。大変申し訳ありませんでした。このタイミングという意味では、今回印刷されております決裁文書の国会に大変大きな議論になっていて、国会の状況もこういうふうになっておりますので、その意味では提出時の監督部署であったということでは、責任者とその提出の責任者でございますので、その意味で、今回、辞職を申し上げます。先ほど申しましたように、いやあるのかないの、ね、これはもう今あの大阪市警の捜査を受けているところでございますので、うん、そのほかその点についてはコメントを一切させていただきたいというふうに思います。その時その時はあの、まあ、一生懸命やらせていただいたわけでございますけれども、今になって思うとやはり国会でも随分あの私の答弁に関しましてご議論をいただいて、随分お時間も使ったわけでございますし、そういう意味ではその文書管理、2番目の文書管理につきましてもかなりあの国会でのご批判もいただきましたので、まあ、そういう意味ではやっぱり反省すべき点はあったかなというふうに思っております。そういったことはすみません、政治に対するですね、政治に対するご配慮という、国会での答弁はですね、あの皆様 この委員会からご質問いただいて、この質問に誠実にお答えしたというふうに思っています。と申しますか、あの私ども不動産鑑定価格からこの適当企業の処理費用を引いたのが、当然その適正な価格だというふうに考えておりますので、それはあのそういう思いでございます。今も変わりないということですね。私はあの当時も昨年国税庁長官になりましたので、ですね、少なくともその理財局長時代はそういうふうに考えております。すみません、申し訳ありませんでした。